ートデーの愛を、愛の告白みたいなのをしてくれたりして、あ、ホワイトデーってこれか愛を伝える日か、伝えられる日か、女の子だから。バレンタインのお返しがなんでホワイトデーなんだろうね。名前由来が分かんない、なんでだろうね。ハートオートクッキーありがとうございます。告白もありがとうございますね。告白してくれてありがとう。今日寒いな、なんか夜。ただ夜汽車を走る。え、何これ、かわいい、なんか出てきた。ハッピーホワイトデー。今日は寒すぎ、寒、確か、うん、確かに夜めっちゃ冷えてるね。今日はスケボーもしたし、取材もありました。配信も11時になる前に終わろうかなって今思いました。思ってますじゃなくて思いました。今メールを送ろうって、55分までには終わります。せっかくホワイトデーなのでね、ちょっとでも配信しようってただ夜汽車を走る。これずっとつけようと思って忘れてた。背景を変えたからさ、白い背景にしたら顔が白飛びしなくなって嬉しい。めっちゃいいじゃん、こんなら邪魔じゃない。今まで飼ってみた。これすごっ、もう1年ぐらい経つけど作ってから、めっちゃ紙、ただ画用紙でさビリッて破ったさ1枚のペラペラの紙を一生使ってる。でももうこんなうまく描けない。使い回し、皆さんぜひフォローよろしくお願いします。ツイッターとインスタのさ、フォローじゃなくてコメント紹介文、自己紹介文もう変えたいんだよね。なんかどっかのタイミングで変える、そこの自己紹介文の文章を考えるって配信しようと思って多分もう半年ぐらい経っちゃった。懐かしい紙。今日のトレーナー新作です。渋谷の古着屋さんで買ったやつです。これなんていうんだっけ、ウーサンローラじゃなくてなんだっけ、このブランド、イーストボーイじゃなくて、すごいね、少年みたいなねロンティーなんだけどね、着てみると意外と可愛い少年風船クッキーありがとう、マシュマロありがとう。スケバーカーもうすぐ2500人。そう、最近ちょっとずつ増えてる。やっぱ地面にリール頑張ったりね、投稿頑張ったりしてて
2000人突破って言ったのいつだっけな。あ、スケボー1年経った時か。スケボー1年記念配信プラス2000人突破みたいな言ってた気がする。いつだっけあれ。インスタライブした日11月1日。始まってる、始まってるのこれ。11月5日、2000人突破したのそれぐらいかな。12、1、2、3、4ヶ月で、じゃあ500人ぐらい増えてるのかな。グラビア、グラビアやってからめっちゃ増えたとかは別にないです。なんか本当に結構いい伸び方してて、1投稿するとちょっとずつ2人3人とか増えて、それを積み重ねてみたいな。うん、この投稿では、でもグラビアの投稿では6人増えてる。この投稿ではか分かんないけど、この投稿、その投稿からプロフィールに飛んでフォローしてくれた人、この投稿をきっかけにっていう人、あ、え、9人、9人と6人で16、5人増えてた、この2投稿で。でも本当に NGT を知らない人がフォローしてくれてるっていう率が圧倒的にこっちのアカウント高くて、アイドルアカウントより伸びがいいです。タグに引っかかれてる。食べ物のインスタも良かったなんかすごい食べ物、すごい今まで、今年入ってから食べた食べ物、あ、何枚か去年のもあるわ。ここ最近で食べた食べ物の写真を、がめっちゃ美味しいって思った食べ物の写真を10枚厳選してまとめたんですけど、全然足りないぐらいだったんだけど10枚じゃ。その投稿意外といいね数がいつもより伸びてる。多分みんな共感してくれたのかな、この投稿に。写真顔載せないとあんまり伸びないんだけど、このご飯の投稿はなんかみんないいにしてくれてる。動画のクオリティ高い、嬉しい、マジで頑張ってるから、そう言ってもらって嬉しい。なんか音を合わせるのが本当に大変なんだよね。なんかリール、今まで私スケボーのリール、スケボーのリール基本音関係なくめっちゃ長々と2分まで載せれるんですけど、2分の長尺使ってとりあえずどんどん編集して、いろんなこけたやつも成功したやつも合わせて、その練習してる過程をめっちゃ編集してつなげてるだけだと割と簡単なんですけど、もうスノボーのリールの投稿とか曲に合わせて音を、曲の音に合わせて画像を変えるってなるとめっちゃ大変なんだよ。1位のやつありがとう。第1位のギフト。初めてさ、ご飯の投稿のハッシュタグに初めて○○好きとつながりたいみたいな、○○好きな人とつながりたい
ていうハッシュタグよくあるじゃないですか。初めてそれ使った。なんかそれ使うの恥ずかしくてあんま使わないんだけど、初めて使ってみた。食べるの好きな人とつながりたいハッシュタグ。嬉しい、動画編集うまいって言ってくれた。なんかキャップカットっていうアプリでやってるんですけど、そこにとりあえず動画載せたい動画を全部バーって選択して、そこからその技の中でもピンポイントで技をやる瞬間と終わった瞬間でカットしてって、なんとなくで、その後最後に音楽をつけてみて、リールで使いたい音楽探してから音楽付け足してみて、その音楽に合わせてそのカットするタイミングをまたさらに細かく切ってって、だから音に合わせたくて泣く泣くカットとかもある。難しい。スケボーコーデの投稿も最高です。嬉しい。今日の服さ、そう初めてさ来たからさ、外で滑ったから写真撮りたかったのにさ忘れてた。滑るのに夢中になっちゃって、また着る、また着て撮ろう。いちたくさんありがとう。クッキーありがとう。パスタが謎に2回あっても、そうなの、知らなかった。どこのお店か知りたいですか。これほとんど新潟、ハンバーガーは渋谷、それ以外は新潟ですね。これ最初のお店どこだっけな、なんか秋葉区とかそこのそっちの方だった気がする。自分で車で運転して行きました。ママの車借りて。カフェも新潟のカフェです。お寿司はスノボ行った時に食べたお寿司です。ピザも新潟市内です。パスタも新潟市内です。バーガーだけ渋谷で、生姜焼きも スノボ行った時、焼きそばもスノボの帰りだったかな。なんか三条の背脂ラーメンの美味しいお店で食べた焼きそば。最後のごめんプロジェクトのやってる時に行った、めっちゃ美味しかった。もつ鍋のもつニラそば、もつニラのラーメン。お、野球だ。 WBC ありがとうございます。NGT のお出かけ、 HKT とお出かけでと勘違いしてるもしかな、もしかして。今日は今日のスケボーの習得があります。50ボックスで50、初めて挑戦して初めてできた。50っていうのはこういうボックスっていう、スケボーのボックスがあるでしょ、こうやって。50はこっちからこう板で入ってって、ここでジャンプして乗り切るんじゃなくて、こうやって半分の縦で割った時の前と後ろの半分のタイヤをかけて、ここにここかけた状態でちょっとスライドしてそのままアウト、降りるっていう技です。ボックス50、なんで50って言うんだろう。半分だからか、50、50
50% のかけて滑って降りる。これが50/50です。半掛け。でもさ、めっちゃちっちゃい、こんなちっちゃい。その後これぐらい高さあるボックスでやったら全然できなかった。車運転してる、まあ、帰ったらするようにしたり、親が来てくれた時に車借りてしたりします。一押し石内丸山の劇場行けばあの天使に会えますか。石内丸山また行きたい、めっちゃ良かった。しかも泊まりで行ったんですよ。本当に急遽埼玉の子が新潟来てくれて、普通に私ん家に帰る予定だったけど、なんか前日ぐらいになって、なんかやっぱ泊まりちょっと宿探してみないって言って、奇跡的に直結してる宿の部屋が空いてて、でもいい部屋しか空いてなくて、結構いい部屋に泊まってきました。しかも石内丸山、温泉もあって、スキー滑った後に温泉入って帰れるっていう最高。また行きたい。ゲレンデマジックすごかった、あの動画。わかる。なんかいいよね、あの動画。てか音源がいいと思う。音源選びすごい迷ったけど、これだってなって動画にしてみたらめっちゃいい、なんかエモい感じになった。ありがとう、ナンバーワン。でもスノボの方がやっぱ怖いな。そう、3月だから暖かい時に1回ぐらい行きたかったな。行けないな。もうでも3回行けたのも奇跡かな。舞妓と石内とニノックス行った。私がさ、なんかできるのってさ、なんか、まあ、運動神経もあるのかもしれないけど、上手い下手もあるけど、多分その下手な、自分が下手でも、下手で周りが上手い人たちが滑っててもそれを気にせず滑れるから、多分成長速度が速いのかもしれないって最近気づいた。スケボーもスノボーも周りの目を気にし、なんか自分下手で周り上手い人ばっかだとちょっと縮こまっちゃうじゃないですか。なんかやりづらいなとか、なんかちょっと恥ずかしいなとか、そういうのがないんですよ私。なんかなんなら上手い人たち見て真似してやるみたいなぐらいの気持ちで、勢い、そう、怖いもの知らずだから勢いでやって大ごけして大丈夫みたいな、心配される。でもそれぐらいの方が成長すごくスピード速いっていうか、まあ、怪我には気をつけなきゃいけないんですけど、職業柄、職業関係なしにだけど。え、好きギフトだ、ありがとうございます。ホワイトデーだから。大きな毛がないの、すごい。いや、それ思う、本当に。いや、でも私はプロテクターっていう、もう、ひじは最近し、膝と
手は必ずするようにしてるんですけど、周り誰もしてないけど私だけいつもそのしてやってて、あでも小学生とか小さい子たちは必ずそういうのつけてるイメージだけど、私は怪我が怖くてそれを始めた頃もそれなりに滑るようになっ滑れるようになった今でもつけるんですけど、だからそれのおかげで大怪我してない、ちゃんとしてるの偉い。え、わかる。本当だったらしたくない、かっこ悪いっていうか、なんかなんかっこ悪くはないけどしてない方がかっこいいって思うけど、怪我しないのが一番なので、まあ知っててまずはできるけど、これしてなかったら膝の骨砕けてたなみたいなこといっぱいある。受け身が上手。え、それもある気がする。上手くなってきた。見せたい動画いっぱい溜まって、この前東京のパークにも行けて、それの動画も載せたい。ボードスライドもメイクしました。前インスタに載せてたリールじゃない、レールの。楽しい。最近いろんなことできるようになって、どこのパークでもすぐ馴染めそう。いや、なんかうるさいです、私どこのパーク行ってもいつも叫んでる、一人でキャーキャーって言ってから、あやばいってなる。いつも黙ってやれないスケボー怖いんだもん、怖くて叫んじゃう。でも周り叫んでる人誰もいなくてちょっと恥ずかしいけど、楽しいです。いや、うるせえなって思われてんのかな私実はなんか毎回いる あの女うるせえなって思われてんのかな思われててもまあいいや自然に出てきちゃうんだ。あ、本当だ、もう55分だ。そろそろ終わりにします。怖いのに挑戦してるのすごいの分かる分かる。もう怖いのがなんか楽しくなってきちゃってるのかもしれない。やばいやばそれは。声出してるけど気がやばないです。あいやでもたまになんか一回声出してやってみようっていうと思ってやってみるとできる時あるはっみたいな、飛ぶ瞬間に力入れる、ここで踏み込むって時にはっとかやってみたりすると、えなんかできたみたいな時たまにある。スクショします。寝る間に合うかな。なんか気づいたら腰にももちゃんいたんだけど、自分で入れてたっけ。
ランキング読んで終わります。13位たらきちさん、ひんじさん、ハントさん、リーさん、マス先生、ペッチンさん、ぬっくん、ふわふわさん、りっくん、ミスターさん、ジョンさん、せいじれいなさんがとても心配ですさん、しゅうちゃん、ありがとうございます。イエーイ、メール以上で送ります。お疲れ様です。ハッピーホワイトデー、ありがとうございました。みんなありがとう。